にちは、かわいい着物チャンネルです。今日は袴を着る時の襦袢と着物の着付け方をご紹介したいと思います。お端折りを長く取って着せる方法もありますけれども、今日は打ち上げ方式という着せ方をご紹介します。打ち上げ方式はウエストがすっきり見えて着姿が美しいので、ぜひご覧ください。それでは始めたいと思います。まず最初ですね、こちら下着を着せてタオルで補正しています。で、襦袢を羽織っているところから始めます。こちらですね、今日は振袖を着てますけれども、袖の短い、丈の短いのでも袴は大丈夫なので覚えておいてください。そしたら襦袢ですね、こちら一番下の裾を持ちます。で、この内側に折り上げていきます。ここですね、端をまずですね持って、ここ後ろを上にシューッと上げていただくと着てやすいかと思います。で、こちらを半分のところですね、左右同じ長さになるところを持って、この胸の下まで持ち上げてください。で、いつも着物は左が上になりますけれども、こちらは右が上になります。ですので左をこのように入れてください。で、右を上からかぶせます。はい、今このような感じですね。こうしたらですね、だいたいこの裾から3センチぐらい下のところに紐を巻いていきます。紐を巻くときなんですけれども、後ろの裾ですね、こちら必ず紐がちゃんとかかっているかどうかを確認してください。かかっていないとですね、後で落ちてきてしまいますので、かかっていることを確認してから、こちら前で紐を結んでください。そしたら次、襟を合わせていきたいと思います。はい、襟なんですけれども、いつもですね、振袖はだいたい拳一つここを開けますけれども、それよりかは狭くしてください。ここですね、狭くします。で、前なんですけれども、こちらですね、だいたいですね、振袖の時は90度ぐらいですけれども、90度よりかは少し鋭角にしてあげてください。そしたら胸の下に紐をしていきます。はい、そしたらですね、紐ができたら後ろもきれいにシワをですね伸ばしてください。はい、次は着物を着せていきたいと思います。はい、今日はですね、振袖ですので伊達襟をつけています。で、この真ん中にピンチで留めたらですね、このように中心を合わせて着せていきます。で、ここ中心ピンチで合わせておきますね。はい、そしたらまたですね、こちら襦袢を着せた方法と同じ方法で着物を着付けていきたいと思います。はい、そうしましたらですね、また着物の一番裾を持ちます。持って内側に折り上げていきます。はい、真ん中を持って後ろをふくっとこのようにして持ち上げて、また胸の下のところまで持ち上げてください。はい、こちらも同じですね、左が下、右が上に入
れていきます。はい、でまたここのだいたいこの3センチ下のところ紐で結んでいきたいと思います。はい、今回も必ず後ろの裾も取れてるかどうかを確認してから結んでください。はい、そしたらですね、次襟を整えていきたいと思います。はい、今日はこの後輪ベルトを使いたいと思います。これがあれば便利なので、ぜひ使い方を覚えてください。まずですね、立て襟だいたい5ミリぐらい見えるようにします。で、この胸のあたりにまずですね、後輪ベルトをこのように留めます。はい、そしたらこちら左の身厚口からですね、後ろに身厚口から通して後ろに後輪ベルトを持っていきます。はい、こちらから来ました。で、一旦ここら辺で止めておいてください。じゃあ次ですね、左の襟も整えていきます。はい、こちらも同じく5ミリぐらいですね、見えるようにしてください。はい、そしたらここに預けておいた後輪ベルトを同じ高さですね、先ほどしたのと同じ高さに持ってきて止めます。はい、後輪ベルトができたらですね、次最後の紐です。こちらの後輪ベルトの上ですね、上になるぐらいで紐を結んでください。これで短く長ズボンを着せることができました。で、最後ですね、伊達締めをしたいと思います。はい、これで完成になります。襟も綺麗に仕上がりました。で、ここの横もですね、すっきりしてるかと思います。ですので、袴を着た後もですね、ここがボコボコしないで、すっきり美しく着ることができると思いますので、この着付け方ぜひ覚えておいてください。はい、そうしましたらご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。